んにちは、ひろこパンのひろこです、今日は中華です、リーさんの中華シリーズで私がお手本にしてるレシピ本のリーシェフのメニューの中から、トマトと卵の炒め物を作りたいと思います。トマトがね、結構いただいたりとかしてこの季節豊富にあると思うので、それで、簡単にできる中華でやりたいと思います。はい、今日の材料です。トマト、卵、三つ葉、お水、調味料が胡椒、塩、ごま油、白だし、油、そして片栗粉です。はい、では早速作っていきます。まず大フライパン使うんですけど、しっかり予熱しておきたいので最初に火をつけておきます。強火で加熱します。はい、で材料なんですが、トマトがまず先ほど紹介した半玉で、1センチ角に切ります。はい、湯むきしたりするレシピもあるんですけど、今日は特にそのまんま使います。はい、で三つ葉もちょっと食べやすい、どうだろう、4、5センチぐらいに切ってあります。はい、で次に卵なんですが、卵に、割り入れて、はい、小さじ2分の1ボウルに卵を入れて、そのな、小さじ2分の1の塩を入れます。はい、でしっかりほぐしておきます。はい、じゃあ卵もほぐせてしっかり温まってきたので蓋を開けます。そしてそこに大さじ1強ぐらいの油をちょっと入れます。はい、油をちょっと回して、でその温まったらその中に先ほどの卵を入れていきますね。しっかり予熱するとこんな感じでボコボコボコってなってくるのでそれがいい感じです。結構予熱しすぎたかなっていうぐらい予熱しても大丈夫なので、それの方が失敗しなくていいです。こういう風にちょっと寄せていく感じで卵をふっくらさせていきます。ちょっとくっついちゃったけど大丈夫よ。はい、でこんな感じで、でちょっとこういう風にしっかりふっくらさせた感じで、はい、それで OK です。でこれをまたこっちのボウルに戻しておきましょう。はい、ちょっとくっついたけど大丈夫です。はい、で、次の準備に入りますね。はい、ではタレの方を今度作っていきたいと思います。でまずここにお水を、浄水のお水を140cc 入れます。はい、でそこに白だしを小さじ1入れます。でお塩も小さじ2分の1、お醤油が大さじ1、はい、加熱して沸いてきたら今度はトマトと三つ葉を入れます。はい、で一旦沸いてきたら火を止めて水溶き片栗粉を入れたいと思います。とろみをつけます。これちょっと様子見ながらしてください。火止めて入れた方がいいです、ダマになりにくいので。はい、で火を入れます。はい、じゃしっかり今片栗粉を入れてからとろみをつけて火を沸かして、でここに先ほどの卵を入れます。炒めるような感じで少し卵をこうほぐしつつ
はい、炒めていきます。うん、美味しそう。なんかすごく夏にいい感じですよね。なんかトマトの酸味ってがあるんですけど、あの卵のまろやかさですごく美味しいです。最後にちょっと仕上げで小さじ2分の1のごま油を入れておきます。出来上がりです。じゃーん、お皿に盛ります。